対戦相手の方が見つかりました。またウチロイド神剣、これ昨日の動画で殺されたやつじゃん。他の並び全然違うけど、どうしよっかな。初手サンダーがランドロスで、ウチロイドだったらランドから入りたいけど、それ以外やったらサンダーから入りたい。サンダーから入りますか。ミミロップの可能性まあまあありそうだし、サンダーランドハッサムとかになりますかね。これいきますかね。はい、対戦よろしくお願いします。昨日の動画でサンダーの枠をボルトに変えたら左に連続で負けたから、ちょっとねやっぱ僕の相棒はサンダーしかいないなということで、サンダーに戻してきました。でサンダーから入ってミミロップ、これは予想通り相手はこの静電気サンダーに触りたくないでしょ、簡単に。だから猫騙しはされやりづらいはず、まあ、仮にされても問題ないですね。でここは安全にボルトチェンジができるターン。あれ普通に投げた、あれかなんだっけこいつ、あのマヒンない特性なんかあったよね、なんだっけ柔軟だっけ。だから冷凍パンチでも押してるんじゃないか。膝はさすがに押せないだろ。身代わり、おっと変な技。まあバレパンでしょ、膝で殴られても別に問題ないし、バレパンバレパンでミミロップ倒せばいいから。まあ一応嫌なのはなんかあるかな。いやこのターン別に嫌なのは強いて言えば格闘 Z とかだけどそんなミミロップはいないだろう。メガバグこいつとギャラだし、あまあメガですよね。まあここは膝でも押していくのかな。まあ、ありがてえのはここで膝で勝手に死んでいけることですね。ハッサム別に膝を打たれても落ちないんで、バレパンバレパンでミミロップ自体は倒せますね。ミロップってもさ、なんか数値とか見ても別に強いなって思わないけど、結構疲れると嫌なんですよね。やっぱ S が速いっていうのと技範囲の広さはなかなかだよな。いざかドレインパンチ、はあ面白い技打ってくんだ。ハッサム耐久なめんなよ、全然回復しねえぞそれ。ただバレパン圏内が微妙に怪しい気もする。ハニヤスミにしますか。引いてくるかもしんないし、ドレインパンチだったら研磨なんだけど、どっかで引いてくると思うけど、でも裏がさ、あの裏次第で相手結構引きづらいっちゃ引きづらいんだよな。ただドレパンはもうされても美味しくないな。サンダーに引きますか。引いてくるならここらかなって気もするし、あの羽休みしたことによってこっちの研磨が頭をちら、頭にちらつくと思うので、相手の方はここで研磨の起点になるよりかはということで、まあ、天才ポケモントレーナーだったらあのエルフーンに引いてアンコールとかってくるかもしれない。あ、やってきた、天才でしたね。天才だけど僕がそのさらに上を行く天才だった。ただそれ、ただエルフーンだったらトンボ返りの方が良かったけどね。まあでも、まあまあ文句言っても仕方がない、文句ではないけど。で熱風押すかボルチェン押すか。エルフーンの弱点ではないんですけど、まあ、良くないところひょっとしてひたすら心なので、スカーフポケモンとかに対して高校から宿り切ったのはできないんですよね。だからここは安全にボルチェンを押していけるんだけど、なんか変な技を押してくるような気がしないでもない。まあボルチェンでいいでしょう。熱風わざわざ押す必要もない。引いてきた、誰だ、ウツロイド、あ、オッケーオッケー。これで相手ハッサム相当うざくなったろ。ミミロップも HP ちょっと削って、まあボレパンで回復したとは言っても、回復したとは言ってもあれ別にハッサムに勝てるわけじゃないかな、あのミミロップ一応なんかそれなりにやれるけど、羽休み持ってる時点できついですからね。ウツロイドは耐久、まあ、物理耐久はゴミなのでバレットパンチで落とせるでしょう。でエルフーンに相手引くわけにもいかないし、まあ、エルフーンに引いてなんかしびれるものとかやってくるのかもしれないけど、だからエルフーンに引いてきたらなんか嫌な技を警戒してサンダーに引くっていうのもありですね。バレパンアンコールでも嫌っちゃ嫌だしな。ミロップのドレパンに対してさ、上から殴って下から回復っていうパターンになっちゃうから、あのバレパンをミロップに与えた後にドレパンを打っちゃうんで、なんか減らした HP が増えていくみたいな感じになっちゃうから、あんま美味しくないんですよね。引いてきた、どっちかを捨てる気か。ミミロップが2回耐えるのかな。エルフーンを捨てる気か、これ。たださっきも言ったように、なんか嫌な技を押してくるかもしれないから、ここサンダーに引くのがありですね。一応だけど、しびれ粉とか確かあった気がするんで、こいつ。なんか硬くねえか、こんなもんかでも。
ザンパン、あ、だったらバレパンでいいかな。こんなことって本当にしびれが来たら嫌だけど、まあ、ドリギあたりじゃないですか。しびれごなエルフーンなんかいないからな。だから警戒しておいてあれだけど、いませんからね。ヤドリギ、オッケー。これでエルフーンは突破。で、ツロイダ処理できるんで問題ない。ミミロップに関しては別に問題ないですね。あ、でもあれか、ミミロップに合わせて、ウツロイドが公開未交換で来るパターンがあるから、あ、ミミロップに対してサンダーを投げるつもりなんですけど、一応そのタイミングでサンダー読みの強いのがありえるから、ここランドロスですね。ランドも役割あんまないし、一応強いように対面で勝てるっていうのがあるけど、ハッサム残っていれば問題ないんで、ここはこの立ち回りいいはず。相手の交換読み交換までケアした上でのランドロス、やっぱなんだろうな、このパーティーにサンダーがいることによってなんか僕の頭の回転が良くなる気がする。なんかサンダーにはそういう力がありますね。この試合もらったろ、まあ、ミミロッペがクソ変な方だったらまだわかんねえけど、あとウツロイドがなんか鋼半ゲームとか思ったら、よーそれも読んでるぞ。なめんなよ。でウツロイド、でこっちはランドロス、まあ、相手の交換読み効果を読んだ形ですね。まあ、仮にあのなんだろう、普通に殴られても別にミミロッペには威嚇が入るわけだし、その後にサンダー投げれば間に合うんで、別にそんなに僕からしたら安定行動だけど、これは他に効果はもちろん考慮してましたが、それがなくても別にランドロスバックは安定っちゃ安定でしたね。さあ相手これは苦しいぞ。ミミロップを投げたらランドロスを倒すにはレイパンを押さなきゃいけないけど、レイパンを押したらもう絶対にハッサムのバレパン圏内に入る。かといってウツロイドを失ったら、それはそれでサンダーハッサムのサイクルを相手は崩せないはず。はい、対戦ありがとうございました。はい、対戦相手の方が見つかりました。お相手のパーティーがなんかすげえ僕が使いそうなメンツがずらっと並んでんな。月光河の枠がラティオスだったらマジで僕が使いそうなパーティー。で、お相手のパーティーはこんな感じですね。ちょっとサンダーはそれなりに安定だけど、まあサンダーでいいか。サンダーガエン出すかどうかだな。できれば欲しいっちゃ欲しい。これでいくと相手の攻撃重たいんですよね。だからランドロスってなってくるけど、まあ、悪くはない。ラティオス周りなんだよな。だけどまあこれでいきますかね。でもこれあれか、相手のハッサム重たいかな、まあ、サンダーが有利だけどね。サンダーいるときハッサムとさドランで回されて結構嫌なんですよね。それはそれで相手がオガインがちょっとうざいからやってこないか。わかんねえ、何もかもわからんな。ランドじゃなくてガオガインにするってのは一応ありなんですよね。コケコモテいけど、ガオガインにしてみるか。では対戦よろしくお願いします。コケコちょっと型によるな。コケコ相手はサンダーが突っ張んなきゃいけないかも。電気ゼット食らったら死ぬけど、ランドロスで交換してくることを読んでガオガイ投げるってないんだけど、ランドロスバック読みのなんだろう、メザコオリ読みのガオガイみたいなやつちょっとやりすぎな気もするんで、ゲコがこれはいいや。ランドロスに引かれたらうざいけど、ここは素直にボルチンにしておきますか。引いてきた。これはスカーフバレーですかね。ランドロス、はい、でここはレヒレバックで、だこれでさトンボからコケコが来ると試合が終わりかねないんだよな。まあそんなん言っても仕方ないけど、さすがにちょっとね初手からランドロス読みのメザポイルとか押せませんからね。まあ決めたらその試合に勝ちが決まるまであるけど、リスクがでかすぎる。ここはレヒレ、でも相手は鋼のどっちかいると思うんだけどな。ハッサムかドラン、あ、ガンプレか。 OK、 それはいい。お
はムーンフォースでいいかな。ポケコに引いてきた場合に調子ダウンが狙えるし、強引に水技読み月光がみたいなのもありえなくはない、まあ、ランドロスが突っ張ってくる場合でも波乗り一発でどうせ落ちないんで、ここはムーンフォースでいいでしょう。月光が投げてくる場合、おそらく草 Z とかあの辺があってデヒレをワンパンしたいっていう考えが見える。畑や残飯落としに来たか。こっちはこっちランドロス倒したらサンダーが結構通るからな、勝てえぞ勝てえぞこいつ直帰だな。自然の怒りにしときますか。地震で削り入れに来そうだし、ここで結構がもっと惜しいけど、まあトンボ返り、自然の怒りは別に何が来てもそれなりに有効な技なんで、波乗り読みをしてきそうな感じもありますけどね。ゲコがあったらここムーンフォースやったなってなるんだけど、コケコか、まあコケコだったら別に良くはないけど、自然の怒りへ、キリはできれば残したい。でガオガエンがへこ腐ってるんでガオガエンに行きますか。もう押してくる技次第だけど、ここ Z とか打ってくれたら一応だけど、まあガオガエンの犠牲にして立て直せるっちゃ立て直せるんで、ここはこれでいいはず。で相手がここで何をしてくるかだけで、一応ランドロス読みの行動を取ってくるかもしれないんで、ワンチャンメザコールとか押してくれたらめちゃめちゃ嬉しいけど、まあ多分やってくんないでしょうね。10万ボルトは、はい、まあここはダイナミックフレームですね。普通に10万で落としに来ると思うけど、ワンチャンなんか謎の行動を読んで、まあ、やってこないか猫魂を嫌っても猫魂を嫌っても結構落ちるわけじゃないしな。サンダーの熱風でさ、コケコって落ちんのかな。しかも他の技を押すわけにもいかんしな。熱風にしときますか。さすがにこのタイミングで月光がバックいったらできないでしょう。相手が明日コケコいなくなったらあれか、デヒレが重たいのか。ランドロスで、まあ、これはいい。焼けろ。ここはトンボ返りの奥だと思うので熱風にしときます。まあ、その場合は月光下に引いていくんだろうけど、焼けろや。焼けた、本当に焼けた。どんぼ返り焼けるよりかは、あの静電気麻痺をちょっと狙いたかったんだけど、焼けるやとか言ってたけどまあいいや。で月光が来て、ここは、熱風を押します。力で読みの小月光が来ると負けなので、ここは熱風を押せ。まあかなり際どいけど、相手次はちょっと多分力をポケコに対して、力に対してポケコ頭投げするのダメだったくえ、トンボとか押してくんねえかな。 Z かしかも水や、水ってあったら打ってくるわな。対戦相手ミミロップを投げたら一旦崩せないはずで、はい、耐えんのか。待って耐えんのか。耐えると思わなかった。もう対戦ありがとうございましたって言おうと思ってましたね。耐えるんだったらこれヒデバックはありだぞ。
何をしてくるのか知んねえけど、手裏剣をラッキー。だってこれワンチャンさ、コケコを熱風で落とせるんだったら全然チャンスがあるんじゃないか。耐えたんだったら結構残してきますかね。手裏剣があるかの、やったこれ負けか。あ、でもなここ3段に行かなきゃいけなかったんだな。ランドロス出して大思いですもんね。あ、だからルーンフォースで落ちないからさ、あとやるべきことを考えろ。ここは多分ハッタキとかを押してくるんですけど、多分ねワンチャン地震とかガンプを押してくれることに期待して3段投げるしかないよな。ここはだよな。まあここで 100% はたきだと思うけど、僕ならはたきを押すけど、あ地震をしてきてくれた。これ首の皮1枚繋がったのでは。で連符へ、これでランドロス倒せるんですよ。お、これはちょっと相手あんま考えずにボタンを押したな。今のところ相手死に出しコケコでほぼ勝ちなんですよ。コケコサンダー受けられないし、手だ。まあ、コケコがそもそも熱風で落ちるのか知んないけど、でここでもまたタクゲームになるはず。さっき負けたからな、ここまで引いてみますか。さっきの僕の突っ張りは相手は分かっているはず。なぜ突っ張ったか、相手の根幹を読んだから。あー、やられた。くっそー、負けた。ワンチャンスは残したけど負けだったな。これはまあほぼ悪あがきなんですが、一応相手が1手プレミしてるんで、さらなるプレミに期待してサンダーを投げましょう。さらなるプレミってのはここ一応フィードが取れるんで10万をワンチャン耐えるんですよ。まあ、ジェットとかあったらまあ普通に無理なんですけど、まあ、プレミっていうかあれだな、一応瞑想とかの辺を警戒してもらうっていう意図がありますね。まあ、これでも多分ムーンホーでコケコが落ちないんで負けなんですけど、一応これフィード取り返したんで、ここはムーンフォース。まあそうなるわな。対戦ありがとうございました。これは耐えるんですよ。だけど次の技は耐えないんで、さすがに。なんとかかんとかいいとこまでは行ったけど、まあ、相手のミスみたいのもあったけど、一応いいとこまで行ったけど結局勝てませんでしたね。だからサンダーがリゼットされたら結構意外だったな。絶対落ちると思ってた。まあ、HP1 だったんで段数絡んでそうですけどね。これはもうさすがに負けなんで降参しましょう。だいぶ悪あがきしたけどダメでしたね。まあ、ただ悪あがきすることによってさっきみたいに何だろう、プレミでワンチャンみたいのがあるんで、まあ本当明らかな無理なやつもあるけど、なんか少し可能性残ってる時はすぐ降参しない方がいいと僕は思ってますね。まあ、負けたんで何も説得力ないんですが、対戦ありがとうございました。